ではですね、はい、ハンバーガーを作っていきたいと思います。ハンバーガー、イエーイ。そう、もう中身が全部作っていくので、ぜひ挑戦してみてくださいね。まずパテ、パテ、うん、ハンバーグの部分そうだよね、中身の部分、そうそうそう、中身の部分を作っていきます。はい、牛豚の合いびきですね、300g 用意しました。だいたい3人前くらいですかね。もうこねちゃうので入れちゃいますね。こうやってもうしっかり混ぜてください。結構ここにつなぎ、そうですよね、よく料理番組であるつなぎの参加とかいろいろ入れる、それって割れにくくするためなんですけど、しっかり混ぜちゃえば案外割れにくいので、今回はつなぎなしでいきたいと思います。佐久間家はつなぎなしが多い、つなぎなしが多いね、つなぎなし派でここにですね、大体わかるかな、ちょっとピンク色になるくらいまでしっかりこねてください。まずは、はい、ひろみさんの大好きな、はい、お塩ですね。塩ですこれは、これ塩は少々、少々塩ですね。はい、ただパテ自体にも味がつくように気持ち多めで、あ、気持ち多めで、気持ち多めで入れてください。わかりました。もうちょいこうやって入れるとね、分かりにくいんですけど、佐久間はこう、そう、私加減のプロなんで、私基本的に測らず目分量なので、目分量のプロですからね基本ダバダバ入れれば正解っていうもうちょっとかな、もうちょっと塩、はい、もうちょっと、そう、私ね、すごい塩が好きなんでね、覚えて帰ってくださいで、気持ちね、ひろみさんなる、ひろみさん的にちょっと少なめぐらいがちょうどいいと思う。そう塩入れるタイプだね。うん、私胡椒少し多めの方が美味しいかなって思う。もし胡椒苦手でなければ気持ち多いかなぐらい入れちゃってください。はい、塩よりってことね。そうですね、もう気持ちバーって入れちゃって大丈夫。はい、そのくらいかな。このくらい胡椒ですねって感じじゃないくらいは入ってました。今そう、多分わかるかな、このね、ちょっと粘度が増すぐらい、うん、そう混ぜてもらえればこのくらいですかね。そうそう、でもこねてる時間で言ったらどのくらいだ、5分くらいこねてないの、ね、そうですね。じゃあですよ、はい、これを3人分の分量なので3つに分けて焼いていきます。はい、じゃあひろみさんにお願いしてもいいですか。やりますよ、やりますよ。ちょっと、はい、鉄板の用意をしてほしくて。鉄板、はいはいはい、クワトロっていうんです。クワトロですこちらの鉄板なんですけど、クワトロって言います。クライアンって紹介したんですけど、正式にはクワトロという鉄板の名前でした。大変失礼いたしました。でもすごく熱伝導良くて本当に優秀な鉄板なので、今回これを使っていきたいと思います。はい、気持ち多めぐらいで待ってこんぐらい、いい感じです。ここに、はい、私大体で3等分にしてるんですけど、これをね取りますね。空気抜くんですね。あ、そうです、そうです。中に空気が入らないように。でも今回はハンバーガーのね、具としてのパテなのでちょっと薄めにね、ハンバーグと違いますね。そうちょっとへこませて、そう、真ん中に熱が通りやすいようにしてあります。焼いていきますよ。はい、よし、はい、ポーン、はいはいいいですね。いや、いい感じですね。いいですね。で、なんか均一になりにくいのかな。あ、あれがね、そうそう、力
からかね。そうそう、とりあえずこの形にしなきゃっていうのが強くてなりにくいのかなと思ったりはするかな。じゃあここに、うん、でもこのさ、なんか超ハンバーグみたいな感じだけど、これが具になるから超ね、ね、豪華ですよね。豪華豪華豪華感じ。なんかレストランの中でハンバーガーって出てくるポイント。あ、そう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 。じゃあちょっと次のやつを準備してきます。あ、準備、はい、出てだけ綺麗にしてきます。はい、揃ったので、挟んでいきましょうか。はい、よし。
そう、さっき焼いたパンたち、うん、じゃあまずレタス、まずレタス、お好みで2枚くらいかな、2枚ぐらい、あ2枚ぐらい、そう、ひろみさんの好きな量でいいですよ、了解、なんだろうな、じゃあレタス自体が3枚くらいかな、はい、で、この上に次トマト、トマト、はい、もう輪切りに準備してあるのでもう乗っけちゃってください、佐久間さんがね、さっき結構厚く切ってくれてたんです、あ、いける？いける？そうそうそう、結構厚い、その時点で美味しそう、で、この次何でしたっけ、甘かった、じゃーん、美味しそうじゃない、ね、美味しそう、ね、そう、結構ね、ドロドロになっちゃうので、そう、夏場キャンプ行く人は要注意、うん、これでもいい、はい、はい、お、あ、どうです、絶対美味しいと思ったこの組み合わせ、いや美味しいよ絶対これは、はいはい、ありがとうございます、ほい、よいしょ、おーい、お、おーい、あ、できたできたできた、これをおしゃれに盛り付けましょう、おしゃれに盛り付けましょう、完成、完成でーす、また完成しました、完成しました、すごいボリューム、そう、すごい、もう一個一個の厚さがね、ね、うん、しっかりしてて、じゃあどうぞ佐久間さん、本当ですか、うん、なんか初めて作ったからドキドキする、あ、こっち食べれるかな、うん、うん、どう、おいしい、あのね、うん、パテの胡椒が効いてるんですよ、うん、ちょっとねパンチが効いてる、うん、これは美味しい、美味しい、しかもパンもねしっかりカリカリしてて食べてて楽しい、すごい食べて楽しい、美味しい、いいですね、それが一番ですよね、めっちゃ面白い、どうぞひろみさんも食べてください、はい、いただきます、いただきます、食べるより全部新鮮、トマトもレタスもなんかその上のさ、うん、バンズ、普通にさファーストフードで食べるとふわふわみたいな、そう、でもこれは焼いてるからカリカリだしボリュームもあって食べ応えもあるし、うん、楽しい、ハンバーガーは楽しい、食べて楽しいし、食べても楽しい、うん、美味しいし、あと自分の好きな量、ね、お好みで調節もできるし、すごい楽しいです、美味しい、作ってみてください、簡単なので作ってみてね、いいねとチャンネル登録ボタンもぜひよろしくお願いします、あの動画の概要欄にレシピとかも、詳しいレシピも載ってるのでぜひチェックしてみてください、ぜひ見てください、また見てね、またね、